ディズニーピクサー待望の最新作カーズ2、メーターのボイスキャスト役の山口智充さん、どうぞお入りください。本当？どうもありがとう。本当にごめん、邪魔にならないように帰るよ。さよなら。はい、ありがとうございます。以上になります。カーズ2の声優の話が来た時のお気持ちを教えてください。あのカーズ2があるという、情報の方がかなり先に入ってまして、で、周りの人からもみんなカーズ2楽しみです、カーズ2楽しみです、どん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 あのカーズ2の話が周りから入ってきてるのにもかかわらず、僕にあの声の話がなかなか来なかったんで、第2弾あるのかなっていう不安がまずずっとあの募ってましたんで、そこに来てあのお願いしますというあのお話いただきまして、ほっとしましたね。まずはほっとしました。5年ぶりにメーターの声を演じられるということなんですけれども、はい、声は覚えてらっしゃいましたか？多分どんどん自分の中でデフォルメされていってたんでしょうね、5年間の間で、一番最初に監督さんに言われたのが声が高すぎるって言われました。でそれでちょっとずつ抑えていって、それですと、あ、自分の中ではちょっとこんな低かったかなっていうぐらいの感じでしたね。苦労されたシーンなどありましたら教えてください。メーター君あの歯が出てますんで、やっぱり僕も声出すときにずっとこの前をずっとここに出したまんまいろんなこうセリフを喋ってるんですけど、監督さんにちょっと聞き取りにくいというふうに何度か言われまして、いやそれ歯出してるからしゃあないよなと思いながらも。メーターの魅力はどこにあると思いますか？やっぱまっすぐで、なんかやっぱ素朴感ですかね。あの本当その一日一日、あの目の前のことを楽しんでるという。ご本人様と、共通してる模試点がありましたら教えてください。散々今いいこと言ったんで共通してますって言いにくいんですけど、とりあえず今日一日楽しもうとか、あの目の前のことにものすごくこう好奇心持って、なんか目の前のものにワクワクしてるっていうとこはすごく共通点ですかね。テーマは仲間との絆ということなんですけれども、はいはい、山口さんが今までに一番仲間との絆を感じたエピソードなどありましたら。大阪帰れば幼稚園からの友達もいますし、幼稚園、小学校、中学校、高校ずっとみんな一緒に未だにあの遊んでる仲間いますけど、それも仲間ですし、仕事の仲間も仲間ですし、なんかあのこうやって、僕たちが発信しているものを宣伝していただくっていうのは、これ皆さんのご協力あってのことなんで、これも一つのチームといいますか仲間だと思いますし、仲間じゃない人を探す方がなんかちょっとこう難しいですかね。カーズ2の仕上がりにどんな期待をされますでしょうか？前回はラジエータースプリングスというそのルート66からこう離れたところね、あの古い街並みというちょっとこう誇りがこう入ったようなそういう街並みといいますか、結構そういう感じの映像だったんですけども、今回いろんな街も行きますし、あのすごい華やかなところも出てきますし、だから映像的にも相当派手になると思います。はい、じゃあ山口智充さんでした。ありがとうございます。どうもお世話になります。よろしくお願いします。